こんにちは、フラメンコギタリスト池川俊和です。この教材ではフラメンコ舞踊伴奏マスター DVD カーニャ編と題しまして、フラメンコの曲種の一つであるカーニャを取り上げて丸ごと一曲解説していきたいと思います。カーニャは12拍子系の曲種で、ソレアやソレアポルブレリアと近いゆっくりと深いリズムが特徴の曲種です。このカーニャの最大の特徴はラメントと呼ばれるシーンです。ラメントとは嘆きを意味する特有のシーンのことで、イー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 というよりドラマティックな構成となっております。タブラウでもたまに出てくるこのカーニャ、ぜひご自身のレパートリーに加えていただければと思います。それではまず模範演奏から確認していきましょう。
ストはいかがでしたでしょうか。さあ、それを踏まえた上で構成の解説です。まずはじめはギターのイントロから始まります。カーニャに限らず、ほとんど全ての曲種はギターから弾き始めます。ギタリストがその曲の世界観や速度感を出すわけですね。さあ、そのギターのイントロに導かれて、続いてはカンテサリーダです。歌い手の声慣れしのシーン。その後は一度フェードアウトでリズムが止まって、いよいよカーニャの特徴であるラメントが始まります。ラメントが終わった後は踊り手のジャマーダ、すなわち歌を呼ぶ合図をきっかけに歌振りが始まります。カーニャの歌が少し面白いのは、歌が前半と後半に分かれているということです。ついつい歌振り1、ラメント歌振り2と思われがちなんですが、実は歌振りの前半が来て、ラメントが間に挟んで歌振りの後半という感じで、歌自体は一つの塊なんですね。はい。なので歌振りの前半部分、そしてその後またラメントが来ます。そして歌の後半が来て、その歌の後半の終わりに今度はリズム付きのラメントがつながります。はい。この時点でなんとラメントがもう3つ3回出てきますね。そして歌の後半が終わった後はファルセータです。ファルセータはギターのメロディーがメインの部分です。ファルセータで一度リズムが止まった後はカーニャの2つ目の特徴であるエスコビージャのファルセータです。ラメントというのもカーニャの特徴の一つなんですが、このエスコビージャのファルセータというのも伝統的なメロディーが出てくるんですね。はい。その伝統的なメロディーを使ったエスコビージャのファルセータがここで出てきます。そしてその後しばらくはエスコビージャ、すなわち踊り手の足技を見せるシーンが続き、途中でタパオが出てきます。タパオとはギターのミュート奏法のことで、ミュートをすることでより力強くパーカッシブな音を出すことができます。タパオが終わってエスコビージャで再びわーっと盛り上がって、そしてその後はブリリアスの歌につながります。ブリリアスの歌一つ、そして二つ目が終わったところで一度リズムが止まって、最後はラメントが再び来て曲が終わります。最後はもうフェードアウトでね、最後ドワーッともうアバニコの嵐で盛り上げて、ドラマティックな展開で、今回このような構成で一曲作ってみました。もちろん踊り手や教室によって構成は様々です。ですが今回のこのカーニャのこの構成を一つベースにして、いつか生の踊り手、生の歌い手と合わせた時に、その都度構成を入れ替えたりとか、エスコビージャの長さを変えたりとかして現場に対応していただければと思います。それではこの次は基本的なコンパスから確認していきましょう。さあ、というわけでここまで個別に解説していきましたが、いかがでしたでしょうか。結構ね、複雑な構成、てんこ盛りな構成なのでね、今自分がどこをいるのか迷子になりがちなんですが、ぜひね、頭から確認していただきたいと思います。さあ、個別に習得することができたら、これでゴールではありません。最終的には一曲通して弾くこと、これがゴールですね。はい。というわけで、今回は映像をいくつかご用意しております。踊り手を正面から見た映像で、ギターの音がなしバージョンです。僕が弾いてる演奏通りに合わせるのはね、まず最初はいいとして、ある程度弾けたとしても、なんかね、自分が弾けた気になってしまうというのをね、過去のご購入者さんから声をいただいたので、僕が編み出したギターの音を抜くというね、あえて今回作品作りを別々に撮ることで、ギターの音を完全に抜くことに成功いたしました。ですので、ギターの音ありで慣れてきたら、次はギターの音なしで弾いてみる。これ結構いいトレーニングになります。はい。今まで弾けてたつもりが全部弾けなかったじゃーんってことでね、気づかされることになるかと思いますが、大丈夫です。それもいい修行でございます。さあ、それの踊り手真正面から見た映像の後は、なんと、踊り手の後ろ姿を見ながら弾いてみるというものなんです。そうなんです。これ地味にね、気づきにくいかもしれないんですが、最終的に我々伴奏ギタリストは、踊り手の後ろで弾かれるので、後ろ姿を見て弾かなきゃいけないんですよね。はい。なのでね、真正面から見て弾けてたものが後ろ姿だとまたね、頭がパニックになるというのもよくありますので、この教材の最大の特徴の一つである踊り手の後ろ姿を見ながら伴奏する、それもギターの音あり
なし、この両方でね、習得していただきまして、カーニャ丸ごと1曲をぜひマスターしていただければと思います。それでは早速始めていきましょう。いたしましたフラメンコ舞踊伴奏マスター DVD カーニャ編、いかがでしたでしょうか。日本人の心の琴線に触れるなんともドラマティックな展開、こうラメントのいいというこう哀愁漂う感じがもうなんかたまりませんね。はい、なのでこのカーニャ丸ごと1曲をねぜひ習得して、ご自身のフラメンコライフをさらに充実して豊かなものにしていただければ幸いでございます。僕はですね、今まで作った教材だったりとか YouTube 動画を通じてフラメンコの練習会を全国各地で広げるプロジェクトを活動しております。具体的にはこちらのフラ版を使ってこの収録曲をみんなで歌ったり踊ったり弾いたりするという練習会でございます。とても基本的なコード進行や構成、歌などになっておりますので、まずこれをみんなで歌って弾いて踊ってみて、そして余裕がありそうだなと思ったら、このフラメンコ舞踊伴奏マスター DVD シリーズのテクニックをどんどんね取り入れていくと、こう段階的にフラメンコ伴奏が学べるんじゃないかなと思っております。最終的には生の踊り、歌、ギターと合わせる、ここまでをねワンセットにして世の中にフラメンコを広める、そんなきっかけになればいいなと思っておりますので、ぜひぜひ気になるなという方はぜひ僕のメールマガジンを登録して情報をお待ちいただければと思います。それでは、あなたの人生に情熱の火が灯りますように。あれー